一目くりおめでとうございます。めちゃめちゃ久しぶりの朝配信だ。みんなすごい起きてるんだっていう、すごい。私はいつもだったら爆睡してますよ。おはようございます。朝なんで血色ない、すっぴんだし血色がないんですけど、おはようございます。早起き頑張った、えらい。みんな通知取っててえらい。ノーメイクですよ、もうすっぴん。あ、なんかちょっと口の色だけ塗った方がいいですよね。ちょっと血色が悪く見えちゃう。ギャーン。昨日の夜と大違い。昨日の夜はしっかりとさメイクしてたから大違いなんですが、リップだけ塗ろう。なんか血色なさすぎて、少しは血色があった方がいいですよね。うん、血色、あ、これよきよき、はいはい、よし。赤ちゃんみたいって言われる、めっちゃ。おはようございます。おはようございます。顔は本当に薄っぺらいです、すっぴんは。でカラスが鳴いてます。やだ、ブサイク、どうしよう。やだよー、ちょっと。ちゃんと眉毛あるんだねって言われた。ありますよ、ちゃんと眉毛。これ、自まつげ、自まつげじゃない、自眉毛。眉毛はちゃんとあるんです、なんか。いい眉毛をしているねって言われます。うん。おはようございます。みんな、なんで今日こんな早起きなんだ。みんなすごい、みんなすごいですね。なんか久々の朝配信って感じする。うん、りりしい。そう、眉毛めっちゃりりしいんです。私男の子みたいって言われるくらい眉毛りりしいんです。今日はさ、今日は仕事？あ、ロドゲリゲ、めっちゃ難しい。ロドドリゲスさん、頑張ってください。ミクリンはなんで早い？ミクリンは今日はお仕事だから、そう、あと1時間も配信できないんですけど、早く起きちゃったから、なんかお仕事行くまでにショールームしようと思って。久々の朝配信です。もう1時間もできないんですけど、30分くらいかな。半には行かなきゃいけないので、半に終わってお仕事行きます。はい。そう、今日はね、朝一からお仕事なので頑張ります、撮影。あ、そうだ、私服ね、この間買ったやつなんですけど、じゃーん、この間買った私服お披露目会でもします。じゃーん、パンツ、珍しくパンツなんですけど、なんか上はこう、なんか花柄のね、いや、こんな感じ、こんな感じで買いました。イエーイ。で、ベルトが可愛いです。パンツスタイルって珍しい、そう、こんな感じのお洋服です。で、
お洋服アピールこれで、あ、今日は出発します。私はいつもではないんですけど、それで帽子をかぶって帽子をかぶってお仕事へ行ってきます。まだ行かないんですけど鼻柄透けてるのいい感じうん、二度寝しますだって二度寝してください。朝早かっただろうから。ゆくりにその服のイメージある。そうメイク配信はね今日ねしないできないんです。そう現場ついてメイクさんにメイクをしてもらうので、そうなんです。だからもう起きたてほやほやでいきます。日焼け止めはねもう今塗ってないです。もうちょっともうちょっと暑くなったら塗ろうかなって感じです。私服は前よりおしゃれになったよね。だって嬉しい、やった。確かに昔昔はお母さんが服を選んでて、でもなんかその組み合わせとかがよく分からなくてだったけど、最近は自分でお買い物をしています。うん、基本はすっぴんで出発だって。自メイクとか以外は基本はね、そうすっぴんでいきますよ。はい、うん、あ、トアが立っとる。ほんとだ。わ、英語で読めない。何なのこれ、なんて読むの。めちゃめちゃ長いペンギンさん方。何これ、なんて読むんだろう。さあ、え、なんて読むの、なんて読むんですか。ありがとうございます。1位の方、今ペンギンめっちゃセミ鳴いてる夏って感じ。シャセルセさん、初めて多分タワー投げてくださった かもしれない合ってるかな。すっぴんみくりんかわいいな。やだ、ありがとう。でも、うん、シャセルセさんタワーありがとうございます。合ってるかな。あ、宣伝しよう。シャセルセさん1位、キラキラキラ、タワーありがとうございます。ありがとう。よかったら写真集発、あ、こっちだ、写真集発売するのでここからゲットできちゃうぞ。ぜひゲットしてください。あ、シーセルズ、シーシェルズバイザ、バイザシーショアさん高陽寺ありがとう。シーセルズ、シーセルズバイザ、うわー読めない写真集発売するのでぜひゲットしてください。ありがとうございました。はよくできましただって。あよくできましたってきた。日本語を喋れて、あれ日本の方ですか。日本語大 OK、 ありがとうございます。スピンでも好きだって。本当にスピンはなんか幼いって言われたりとかすることが多いんですけど、でも大人っぽいって言われることも多いです。なんか久々にこうやってねすっぴんで配信するからちょっと恥ずかしい、
アメリカ人ですけど日本語わかるだって。おーすごい、それはちょっと良かったです。ほっとしました。やった、よかったら写真集ゲットしてください。お願いします。大戸町行ってみたくなった。ラーメン食べたい。美味しいよラーメン。大戸町ラーメン美味しい。サムさんありがとうございますみんなすっぴんの方が好きって言ってくれるからちょっとね嬉しいね、ありがとうすっぴんもねメイクもねどっちも好きだよって言ってくれて本当に嬉しいです。スタバで何飲んだの？スタバ熊本の時はあのね47都道府県のやつ飲んだ。美味しかった。スタバ飲みたい。今日スタバ飲もうかな日本人ですけど C さんより日本語うまくない。あやばい、え写真集を3冊予約3部予約しました。だってありがとう、嬉しい、ありがとうございます。やったー、嬉しいです。たくさんの方が写真集をゲットしてくれて嬉しいです。なんか他の HKT のメンバーのファンの方とかもゲットしてくれたら嬉しいんですけど、みんなねゲットしてくれるんかなとか思いながら、そうもちろん私のファンじゃない方も見てもらいたいなって思ってるからミクのファンじゃない方も見てくれたら嬉しいな。ミクのルームで話しちゃうっていう。さて推しドリンク飲みまくってお腹ゆるゆる。ダメだよ、予約しました、大切にしました。ってスチャンスチコありがとう、嬉しい、ありがとう、うん、誕生日の朝にびくりの配信ありがとう。だって写真集も予約しといてよ。だってひろけいさん、わあおめでとうおめでとうございますいい一日、そして一年になりますように。東京2時お願いだってあると思う。だからまあ取れなかった方とかちょっとまた待っとってください。おはようだって、おはよう、みんな起きてるのすごいみんなは起きて、早起きです、すごい。なんか誰一人も集まらんやろなって思ってて配信しようかなとか迷ってたんですよね。3人くらいしか来ないと思ってた実際みんな来てくれてびっくり、嬉しいです。ちょっと心配だから、久々の朝配信さっき起きて顔を洗って歯磨きしてアイロン、髪アイロンして、ちょっとだんだん顔が起きてきました。早い、今日は顔が起きてくるのが。ミクリンは睡眠時間大丈夫？大丈夫、多分昨日寝落ちしちゃった分も加算されとるから大丈夫。写真集は刺激がお強めですか？イエス、セクシー、イエスイエスイエスそう、投票とかのイベントとかさ、そうなんか時間があれ決められてたりするがいい。あんまり朝配信とかやらないじゃんか、だから朝はね、そうやらないから意外
なんだって、だって。うん。カモラグさんは写真集ゲットしたんですか？ミクちゃんにそういうことを聞いたからには申し込まなきゃダメですよ。こちらに、もしもすぐポチッと押したらすぐ申し込めちゃう。だよ。カモラグさんは絶対ゲットしなきゃだね。あ、高陽寺だ。自分でセクシーさ煽ってくるところ。本当好きだって。あはは、高陽寺。よしきさん。ねえ、会いたい。2時待っとって。あるかな？待っててください。美味しそう。ぜひゲットしてくださいな。うーむ、表紙がいい感じじゃないか、写真集だって。ペッ、ありがとう、ペッ。まだ1ヶ月以上先ってのが長いよね、だって。確かにちょっといつもよりも長いのかな。待っとってください。モネさん、ミクリン新規です、よろしくです。ありがとう、よろしくです。朝配信するとなんか新規の方が多いんですよね。びっくりです。でもなんかルーム開いた瞬間に、ショールーム開いた瞬間になんか朝からカラオケしてる方とかもいてびっくりしました。あの他のなんかアイドルではない方とかが、そう、朝からね、すごいなと思って。ミクもやろうと思ったらできちゃうんですけどね。まあすごいしっかりねしてて、すごかった。なんか目が覚めました、だって。おはよう。おはようございます。ね、朝からね、さすがにね、カラオケはタフやね。今のミクリへの最高の褒め言葉は何ですか？綺麗？それか可愛い？だって。え、どっちも嬉しい。どっちも嬉しいです。朝から3000人見てるのすごいです。え、なんか3000人っていうよりかはこの数字はすごい。朝からこんなね、すごい、そんなに起きてる人がいるのっていうくらいです。どっちも100億点なのが本当に強いよね。え、優しい。何それ、好きになっちゃうじゃん、今以上に。嬉しいな。また寝ます、だって。みんなこの後お仕事ですか？みくちゃんはこの後、あとね20分くらい経ったらこれ終わってお仕事行かなきゃなんですけど、みんなもお仕事なのかしら。月曜日だからね、お仕事の人が多いよね、とか学校とか。頑張りましょう、今日も一日。お、両思い来たか。ここにいるみんな両思い、両思いだよ。お仕事です、夜勤です、だって。頑張ってください。休みです、だって。ゆっくり休んでください。月曜日はマジマンジですね、だって。あ、月曜日はマジマンジですね、 TikTok のやつだ。ミクスピン、そんな変わりますかね。そんなに、そんなに顔変わりますかね。うん、うーん、仕事頑張れって言ってウィンクしてほしい、だって。よっしゃ、仕事頑張れ。ちょっとダメだったかも。仕事頑張れ。うん、初音ミクさんのコスプレをしていた頃のミクリンからしたら、確かに、からしたら隣になったかな。頑張れそうだって。頑張ってください。会社行く前に少しだけって。
学校頑張れバージョンもよろしくお願いします。学校頑張れ、学校頑張ってください。小学校がいっちゃんきつ、あーでも中学校もきつかったな、重いもん荷物が、置き弁とかしちゃいダメだからさ、もう本当に気合いの一言くださいだって、気合いだ気合いだ気合いだ今日休みだけど応援されたいだって、休み頑張れ、今日も頑張れ、保育園行ってきましたって、あ保育園頑張れ、あれかな、働あのお姉さんする方かな、うんびっくりしただって気合いだ気合いだ気合いだ、多分夜の11時まで頑張れる分の元気出ました。おお。おお。みんなどんくらい寝ましたか？絶対こんな朝早く、早起きだったらね、絶対にね。絶対に眠いでしょう。あ、初見さんだ。今から寝るので早く寝つけれるように応援してください。寝落ち頑張れ。寝落ち頑張れ、夜勤終わるようだって、あ夜勤か、夜勤終わって見てる人もいるのかな、わーカラスも頑張れって言ってる、なこみくんコラボ写真集はいつねえ、なこみくんね、なんかさ昔からありそうだなとか思っとったけどないね、もう一生ないと思いますわからんけど、なこみくんの写真集はもう発売しています、もうなこみくんの写真の歴史自体がもう写真集です、そうもうね、もうすごい小学6年生からずっとあるその2人のもう写真も自体がもう写真集のワンカットだから、もう今制作中これからも制作中そう、もうかなり前からもう小学6年生の時からね、あのワンカットずつ出てるので、はい、イエスイエス、いやそう2人の成長記録だよ、なこみくもいいけどみくはみくでかましてるからね、だってかますぞ、ポリ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 、ね、セミめっちゃ鳴いてる、嫌なのセミ、怖い、本当に怖い、なんかおう、なんか夏は本当に苦手で、なんかね、なんかお家に帰るときにあのね虫がいね、なんか何なのか分かんない、すごい飛んでたの、蛾かなセミかなんかが飛んでて、もうそれで全然ずっとね30分くらいお家に帰れなくて、お家の前でずっと虫がね飛んでるから近づけれなくて、結局ずっと自分の部屋に入れなくて30分くらい外にいたっていう、だから夏は苦手なんですよ、本当に本当に苦手なんですよね、うん、とかなり暑そう、確かに暑いかな今日、暑そうですね、昔の顔してる、出品だと肩幅で大きく見えちゃいそう、おはようだって、おはよう、いやすごいミクのファンの方がね、いつものファンの方が起きてるっていう奇跡、すごい、子供っぽい今日は、昭和のアイドル感だって、そうですか、そうですかね、お洋服がイエイ、
でもそのトップスすごい可愛い。やったこれ可愛いでしょ。でもこれベルトが可愛いの、一番ベルトが可愛いです。やった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 。アウチ。ミクはスケスケの服好きだなそうですね、確かに夏はあんまり露出したくないから、こういうのもここまである袖が好きなんだけど、スケスケじゃないと暑いじゃないですか。だからあまり露出したくないので焼けちゃうじゃないですか、日に。でもここまである袖だったりしたらさ、あの普通に暑いからスケスケじゃないと着れないっていうので多くなっちゃいますね。うん、可愛いですよねデザインもね。そう、日焼けしますし暑いですからね。めっちゃセミ鳴いてるえ、スケスケだと焼けないのかな。スケスケだとそうだね、全部出てるよりかは焼けないと思う、どちらかというと。日傘さないの、日傘もさすし日焼け止めも塗りますよ。でもなんか折りたたみ傘なんですけど、ちょっと失敗したなっていうのがあって、まあ、メリットとデメリットどっちもあるんですけど、メリットは持ち運びやすいなんですけど、デメリットが風が強いとすぐあのコウモリになっちゃうよ。コウモリっていうなんかこう裏返っちゃうの、だからそれがちょっと大変って恥ずかしいです。なんかこう傘さしてて風吹いてかあのさ折りたたみ傘がさ裏返っちゃった時めちゃくちゃ恥ずかしくないですか。もう本当に嫌だと思って。メリットデメリットどっちもありますけれども、ちょっと嫌です。コウモリにならないでほしいのに。そうだから恥ずかしくて刺せないの。だから風が強い時こそなんか刺しにくい、刺せないのよね。恥ずかしいんだ。どうすればいいと恥ずかしくないですか。なんかこの間普通になんかさ、みんながいるところでそのコウモリみたいなパサってなっちゃって、もう恥ずかしすぎて、もう本当にもうねその後ね傘させなかった、日傘恥ずかしくて。ドヤ顔で裏返ったまま使いましょうやってでも無理、それは無理宮本さん、昨晩は眠れへんかったのでなくてだいぶ早うに寝てもうて、今晩はかなり早うに起きれたです。だっておお方言って感じする。そやなあ、そやなあその前にスカートやばい、スカート、あ風吹いたらスカートっていう意味ですか。ミカあんまスカート履かないです、プライベートで。ロングスカートとかばかり、ミニスカートねプライベートで履かないんです一切あのね履かないですね。短パンとかは履くけど、なんかミニスカートに見える短パンとかは履くけど、ミニスカート本当にプライベートで履かないわ。もね履かないですね。そうです、うん、衣装とかでしか着ないかもしれん、うん、ビギナーミクーなんて言うんだろう。何着ても可愛いから、え嬉しい、ありがとう。プリティー、あプリティー、おお Thank you ミク、プリティー、プリティー、プリ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 ティー
あのプリキュアみたい。ね、聞いてくださいよ。あのさ、なんか昨日寝る前にね、なんかね、あんま寝れない時ってあるじゃないですか。だからその YouTube 見ようと思って、ひたすらポケモンの YouTube 見てて、久々になんかピカチュウの動画見てたんですけど、なんかめっちゃ可愛いですねピカチュウって。でも私がポケモンを昨日見てて、何がずっとイーブイとかが昔は好きだったんです。あとミュウとか知ってます？ミュウツーとかの、そうとかを見が好きだったんですけど、あのですね、今ね、え、可愛いって思うポケモンができたんですよ。何だと思いますか？うん、あ、すごいって何？ソーナンスとか。違います。ソーナンス僕が好きなのは、名前ど忘れしちゃったんですけど、サトシのワニモンじゃない、なんだっけ、ワニです、ワニ、サトシのワニ、そのポケモンのワニが好きとかじゃなくてもういいけど、サトシのワニワニ、ワニの子、そう、サトシのワニの子が大好き。可愛くない？ワニ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 って言ったんで、めちゃめちゃ可愛いんですよ。大好き、本当に。すっぴんですか？だとしたらすっぴんも可愛いですね。ありがとうございます。そう、みんな詳しい、すごい。ワニ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 っていうやつ、もうサトシのワニの子がめちゃめちゃ好き。やべえ、モノマネ馬だって。うん、ワニ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 の子大好き。ワニの子は可愛くてめっちゃ好きです。あとはね、あとインコ、インコなんかね、トトロを歌うインコとかのなんか動画とか見て癒されてました。はい、なんかポケモンに見ようってなったっていうよりかは、おすすめ欄になぜかね、ピカチュウとピカチュウがビンタし合う動画が流れてきたんよ。それで何やろうと思って見たら、なんか結構多分感動するシーンみたいな感じで、そっからえ、なんかピカチュウって思って、ピカチュウの動画見て、え、ピカチュウかわいいって思って、したら なぜかサトシのワニの子が出てきて、え、ワニの子かわいいみたいな。そうで、ちょっとワニの子かわいいってなりました。ワニの子かわいい、あ、ミュウツーの映画かな、それ。ミクもどっかで、あ、これどっかで見たことあるやろ、泣いた、めっちゃ泣いた記憶があるの、そのシーンで私。うん、この子は癒し動画ばかり見てるから、これおすすめにした、しといたろ YouTube。 確かに、確かに YouTube のおすすめ欄はもっぱんとか食べ物かドッキリとかか、そういう癒しが多いですね。うん、と水族館も多い。なんか面白い、おすすめ欄面白い。みくちゃんのおかげで資格試験受かってありがとうだって。おー、よかった、それはよかったです。一番初めの映画、あれは今でも感動するって、うん、面白かったです。ショールーム見ながら寝落ちそうだって、寝落ちないで、もう終わっちゃうから。ミカはもうあと少しでお家を出てお仕事へ行ってきます。頑張ります、今日は撮影、頑張ります、頑張ります。そういや国家試験受かりましただって、ピピさん、イエーイ、頑張ったね。俺生まれて初めて見に行った映画ミュウツーの逆襲なんよね。へえ、マジか。ミク、なんだろうな、でも記憶にあるのは、あのね、うわ待って、名前忘れちゃった、まいちゃんの子犬、
え、なんだったっけ映画、あのさ、めちゃめちゃ泣いたの。まいちゃんの子犬だっけな、なんだったっけな、3匹の子犬違うな、なんかね、その白い犬の感動するやつ、本当にうろ覚えなんだけど、うろ覚えっていうかほぼ覚えてないんだけど、でもめっちゃ感動して泣いちゃったよ。基本忘れるやん、ミクも。もう基本忘れちゃうんだけど、え、マリリンに会いたいって犬の映画だったわ。だってえ、なんだっけな、マイちゃんの子犬みたいな、なんか名前だった気がする。マリの子犬の物語、え、わかんない、無理だそれを家族でね見に行ったの。5分早く起きたよ。だって、あ、イエーイ、やったなんか地震が起きて白いワンちゃんが助けをがどうたらこうたら、なんかそう感動した。昔めちゃめちゃ前見たやつ、うん。今日はすごく大事な撮影なんだよね、みきちゃん、ファイト。何の撮影だったか言えたら言うね言えたら言うね。あ、そう、ねえねえこうちゃんさん、それマリと子犬の物語です。はいそうです、それを見てちっちゃい頃に家族とめちゃめちゃ泣きました。マリと子犬の物語、それそれそれをね映画で見てめちゃめちゃ泣いたの。本当にもう超号泣、それそれ、めっちゃいいですよマジで、めっちゃ泣いた。わいが高校生の時や、だって。あ、ようちゃんだ、おはよう。それですよ、おはようございます。写真集予約しました、渋谷で会いますね。だって本当に宝さん待ってます、名前言ってください。宝、宝ですって。そしたらミカ、宝だからって言いますね宝だから覚えとってください。はい、聞いたことある、急に朝配信、そう急に朝配信、仕事行く前にちょっと早起きしちゃったからショールームしようと思って、久々の朝配信。朝なのにこんなにいっぱい見てくれる人がいるのすごい、ありがとうございます、楽しみです。だってミクもめっちゃセミ鳴いてる。ミクいつもショールームするとき割とテンション高いですよ、なんかね、よほど気分がいいのねミクって書いてあるけどいつもねショールーム見てる人は分かると思うけど、いつもこういうテンション。もちろん辛いこともあるし思い通りにいかないことも多いんですけど、まあ、基本は楽しく生活しようと意識しています。はい、朝配信ももうミクは今からお仕事行かなきゃいけないんで行かなきゃいけないんで朝配信やらせていただいています。今日はまだおとなしい方よってね、確かに確かにまだ全然おとなしいですね。そのテンション好きですよ、元気もらえますって、嬉しいね。朝からもう5000人超えててびっくりしちゃう、みんなすごい、なんで私だったら寝てるからいつもすごいわ。あ、その生き方スタンス好きだって Thank you。 ネックレス可愛いだって、可愛いでしょ。ミミミとお揃いなの、お揃いで買ったの。したらさ、なんかその時にさ、なんかネックレスどれにする、お揃いペアのネックレス買おうってミミに言われて買いに行ったんやけど、なんか月のねネックレスがあって、これめっちゃ可愛くないみたいな、買いたいねみたいな話しとって、でもやっぱ星可愛いから星にしようって、月か星かで迷ったの。これちっちゃい星なんだけど、したらさ家帰ってさネックレスコーナー見た時にさ、あれ今日欲しいって言ってたネックレスじゃないと思って、私もミミミもお揃いのネックレスで月のネックレス買ってたの忘れてたの、最悪でもね、そう月のネックレス買わなくてよかったと思って、これね星はね初めてだから、そうそ
そうなんです、びっくりびっくり。今星は満ちる星になっちゃった月から。男性のアクセサリーどう思いますか。男性とアクセサリーつけるのかな。あ、確かにつけてるイメージある。握手会とかでなんかファン、若いファンの方とかなんか十字架のネックレスつけてるイメージどんなイメージ。いいと思います。ピアスとかもミク全然いいと思います。自分は怖くて開けれないんですけど。ミクのお母さんもピアス開けてないの、怖いから。私も怖くて開けれない。でも開けてる人見るのはあのすごいなと思います、マジで。もう30分になっちゃった、早すぎますね。パパはピアス開けてるのかな。いや開けてないと思うけど、分からん。パパはねバンドしてる、してたのにピアス開けてなかったっていうのがあるけど、あ開けてたかな、分からんでもミクのお父さん昔ねロン毛だったんだよ、一時期か。ロン毛だった、髪の毛長かった、ミクより長かった。バンドしてたパパ、ギターうん、お耳の形が綺麗ですね。ありがとう。ミクの耳好きな人多い。多いです。ちっちゃいんかな。パパのロン毛みたいだって。パパのロン毛、パパロン毛でチュルチュルだったの。女の子みたいって言われてた。ミクちゃんのわからんって言い方めっちゃ好きなんだって。わからん、わからん、チュルチュルとは。え、ロン、めちゃめちゃ天然パーマなんですよ、両親どっちも。お父さんはもう本当にもうチュル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 なんです。じゃあランキング読もうと。13位はラブメクリンさん、ありがとうございます。12位はイマッチさん、ありがとうございます。11位は銀次のケンさん、ありがとうございます。10位はみんなミクさん、ありがとうございます。9位はナオヒロ、ナオッチョ、ありがとう。8位はコバコバヤーン、コバコバコバヤーン、いってらっしゃいだって。うん、ありがとう、いってらっしゃい、ありがとう。ね、堀の宇宙丼、白チャーハン、ありがとう、嬉しい。朝からみんな見てくれてて。6位は元気くん、朝から元気で楽しい配信ありがとうだって。え、こちらこそありがとうございます。5位はピケトロピンク、ありがとう。4位はピースのおっさん、あ、いつもありがとう、イエーイ。3位は富士の坊くん、ありがとう富士さん。2位は恵方巻き大学生、え、懐かしいんだけど、やばい、ありがとう、懐かしい。1位はあのね、さっき教えてもらったんだけど、なんじゃったっけな、何でしたっけお名前、何でしたっけ、噛んじゃってて読めなかったですね。なんて読む、なんて読むんでしたっけ。あ、恵方巻き大学生、ありがとう、こちらこそ。なんて読むんでしたっけ。ねえ忘れる天才だよ、普通にわかんないもん。なんて読むんでしたっけ、なんか生、生、生はわかる、生なんでしたっけ。あ、もう優しい、みんなありがとう。生、あ、もう違う、死だったうん、気合満々に生だけわかるって言ったらもう死だった、あごめんなさいもうやだ、ありがとう、めいちゃんと高い文字教えてくれて。いくよ、読むよ。シーセルズ、シーシェルズ、バイザセー、バイザシーショア、ショアスですな、だって。噛まずに読めるか選手権。シーセルズ、シーシェルズ、バイザシーショーどう言えた、もう無理、もうちょっとこれ読めるようになっとこう。
絶対読めへんけど、シーセルズシーシェルズバイザシーショアさん、バイザシーショアさん、ありがとうシーさん。揺れてシー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 ガール、シーシーガール、ありがとうございました。すごいセミも元気。じゃあ今日も一日頑張りましょう。イエイイエイイエイ。いいか、お仕事行ってきます。バイバーイ。